あいつはまた過酷だ。いい一発だぜ。俺も。すごい、アルセイル。
ちを狙ってきてるってこと？恐竜でも FOE でもない。この移動速度から考えるとまさか人間か？マジかよ、俺ら以外にも人間がいんのか？あ、もしかして最初にナビが言ってたのってこのことかも。ほら、強い力を持ったやつがいっぱいいるって言ってたでしょ。ねえ、もしかしたら私の仲間かも。確かに強い力を持った人間となればその可能性もあるね。でも本当ならここに人はいないはずだ。用心するに越したことはないよ。そうだね、すごいスピードっていうのも気になるし、悠長に話してる場合じゃないぞ。接触までもうすぐだ。迷ってる暇はなさそうだ。ジョーカー、どうする？よし、ジョーカーに任せた。念のため威嚇用に銃を持っていけ。人間が相手なら見かけだけでもビビらせるには有効なはずだ。うまくいくといいけど、油断しないようにしましょう。おい、来るぞ、構えろ。解毒薬を持っていないか？
ような薬は私たちの手持ちにはないわ。そうか、ここの植物特有のものらしく俺たちの持ってる薬ではダメだった。ごめんね、力になれなくて。ううん、親身になってくれてありがとう。それともう一つなんだけど、私たちと似た格好のやつ見なかった？こう両サイドに髪が跳ねてて首にヘッドホンかけてる男子なんだけど。それもごめんなさい、見たら覚えてるはずなんだけど。この人たちも仲間とはぐれて。くそ、どっちも進展なしかよ。とにかく彼女はすぐに処置が必要だ。安静に休める場へ連れて行こう。そうね、薬もあるかもしれないし、一度映画館に帰りましょう。はあ？